皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2024年5月1日に行われた、第37期竜王戦1組、ランキング戦準決勝、久保利明九段と、山崎隆之八段の一戦をお送りするよ。さて、1組から6組に分かれ、本戦出場を争うランキング戦、その中でも最も上位、1組の準決勝は、なんとびっくりこの4人。山崎八段、久保九段、安光九段に伊藤匠七段。個性的な4人が今年のベスト4。そして、もう一つの山では一足早く、安光九段が決勝進出。そして、藤井聡太竜王への挑戦をかけた、本戦進出を決めているぜ。本日の対局は関西の大物2人。どちらが勝っても、決勝は粘り合いになりそうね。それでは、対局の前にプロフィールを確認しよう。まずは後手の久保九段。1975年8月27日、兵庫県加古川市出身、淡路仁重九段門下の48歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場15回で7期獲得、一般棋戦優勝6回、東の藤井に西の久保、関西を代表する振り飛車党で、中盤、駒が睨み合ったところから、切って張ってちぎって投げて、あの手この手で突破を目指す、久保九段の裁きはまさに芸術的、躍動する飛車と駒の連携、時にはその飛車もぶった切り、裏をついて攻め落とす、裁きのアーティストの二つ縄立てじゃない。本日は後手、相手は何をするかわからぬ山ちゃん、ペースを乱されぬよう、自分の道を進みたいな。それでは、続いて先手の山崎八段。1981年2月14日、広島県広島市出身、森信夫七段門下の43歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル挑戦1回、棋戦優勝8回、そして夏に始まる棋聖戦、実に15年ぶり、2回目のタイトル挑戦を決めているわ。その棋風はまさにカオス、久保九段の裁きが、陶芸のような美しさなら、山ちゃんの将棋は爆発だ。立ち上がりから何が起こるか全く不明。パルプンテレンダーを恐れぬ構成から、やっちまった後に、なんとかこねくり回し、整った盤面を爆砕する様はヨナズン。得体の知れぬ状況にしてから、腕力でまとめ上げる、そのジェットコースターのような将棋に、見せられる将棋ファンが後を絶たないぜ。本日は先手、もうこうなったらやりたいことをやっちまおう。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、山崎八段、マリサが後手、久保九段だぜ。それでは、お願いします。7六歩。3四歩。さてさて、久保九段といえば振り飛車の印象だけど、9六歩。実は、状況次第で居飛車も指すんだよね。相手が振れば居飛車、いわゆる対抗系統だな。9四歩。そう、逆に言えば居飛車は指し慣れていない。6八玉。早めに王様を移動し、居飛車を誘う。今なら飛車先にターゲットがいますよ。そんな見えすいた誘いに乗ってたまるか。4二飛車、チェ。いつも通りの振り飛車か。そりゃそうだ。7八玉、まあ、それなら対抗形に構えるだけよ。6二玉、が、それは完全に私のドロー。4八銀、正面からぶつかるさばきのテクニック、とくと味わえ。7二玉、まずは対抗形で駒組みを進めよう。4六歩、8二玉、角道を開けたまま銀を上げ。4七銀、角交換前提に中央を抑えに行くよ。7二銀、先手は速度重視で要所を抑えに来たか。5六銀、中央への角打ちを防ぐ腰掛け銀よ。3五歩、桂跳ねを妨害する3筋の突き越し。5八金右、1四歩、さっきから守りの要所を優先していたけど。2六歩、飛車先を動かし、攻めの形も作ろうね。3二飛車、押さえた3筋に飛車を移動。4七金、ぶつかるポイントをカバーしつつ、飛車の可動域を広げるよ。1五歩、端を突き越し、先手の右辺を圧迫しよう。6八銀、後手の飛車がある、右に壁を構築よ。8八角なる、角を交換し、局面を加速。同玉、先手玉を壁から切り離し、孤立させたら、3四飛車、飛車浮きから一気化成の大展開を狙うぜ。4五角、飛車に当てつつその先を狙う。角を使わせ、3三飛車、先手の選択肢を狭めたことを成果にしよう。5五銀、角頭をケアしつつ、引く場を開ける。2二銀、飛車を動くため、2三に支えを入れる。2五歩、飛車を先頭参加させるわ。2筋を銀に任せ、3
3一飛車、引いて飛車への圧を避ける。角の対応。6六歩、奥まで通しつつ、小銀のラインをカバー。4二金、中央への飛車の展開を意識しよう。後手の意識は中央に向いているようね。じゃあ、私も角銀が集中しているし。6五歩、6筋に力を集め、左銀を上がれば、飛車を移動し、集中砲火を狙えそう。ふむ、そうなると歩を契機に、飛車角銀の集中攻撃が脅威だな。が、そのためには銀上がりに飛車の移動、一手間二手間かける必要がある。逆に言うと、それがタイムリミットで、先手の攻めに用意が間に合うと、一気に私は大ピンチ。なら、準備が間に合う前に、こちらから仕掛け。三三桂、準備の猶予を与えない。5六角、6筋の歩突きに、角上がりの余地を残すわ。2五桂。一見、手拍子で同飛車としたくなるけれど。三三角が浮いた銀に当たるため、先手三五飛車で紐をつけるも、後手五四歩が激痛の一手、六筋の攻めを強めるため、王様に続くラインを通したのが、あだになってしまう。つまり、現状やるべきは目先の桂取りでなく、七七銀、自玉の安全を担保することね。五四歩、出張った銀を下がらせ、攻め味を削る。六六銀引く、これで六筋の脅威はだいぶ緩和されたな。二四歩、釣り餌の桂馬に支えを入れる。直近の攻めはなくとも。7九金、本格戦闘に備え、陣地を引き締める。2一飛車、銀の進撃準備に、角のラインをケアしよう。おっと、後手は角のラインをだいぶ気にしている様子。でもね、2筋をケアするだけじゃ足りないよ。角のラインはその先、1二まで伸びているんだから。が、1筋は強者が守りに効いているぞ。そうね、強者が邪魔で狙えないのなら。1六歩、ちょっとそこからどいてもらえばいいんじゃない？むむ、豆腐。馬を作れば、強者の犠牲は安いもの。東京、強引に、強者を上に引きずり出そう。東京、受けが効かないなら、いっそ開き直る。一二角なる、狙いの角なり、飛車取りに当てる。三二角、緊急処置で角を投入だ。ふふ。四八金、飛車銀を七に取り、改めて自陣を整える。一一強、人思いにさっさとやれと、せがむいって。二一馬、もう、せっかちだな。とはいえ一筋には、同角、強者が2枚、突破ができる。それでも、26飛車、自玉には遠く、攻め味は薄いね。18強なる、それなら桂馬を狙い、攻め駒補充だ。58金、無視して金を寄せ、陣地を引き締める。12角、先手陣を狙い、速度を確保。その角のラインを緩和しに。4五歩、歩突きで邪魔をし、引きつける。同角、浮いた角をターゲットに意識して、6八金寄る、金を寄せれば、より隙がなくなるね。2九成香、まるでダイヤモンド美濃のようだが、そうでもなく、エルモが恋のようでいてそうでもない、なんとも不思議な陣形だな。ダイヤモンド美濃らずってとこかしら？なんて縁起の悪い響き。同飛車、強者を回収、推進力を得る。1八角なる、馬を作って飛車を追い、手番を継続。4九飛車、進路の通った4筋に移動よ。27馬、飛車を追いつつ、じわりと馬を中央へ。46飛車。手番が回っている今のうちに。1二角、先手陣めがけて火力を追加。ここも、2三歩、緩和を入れて引き寄せる。これで持ち歩を使い切り、歩切れではあるけれど、同銀では、角道が塞がる上に。守りの外れた、3一に飛車打ちの攻めがある。角道を優先し、同角としても、やはり2一飛車が効果的。後手3二金、先手6四歩からの攻撃が、金の頭上に当たりを作り効果的。一気に寄せを考えるまでありそうね。つまり、飛車打ちのスペースを与えること自体、NG、ということか。3一銀、我慢の銀引きで受けに回る。ここがチャンス。3四強、取ったばかりの強者で攻めを継続よ。3三桂、形が崩れるが、交換から上に出る。東京なる。同金。歩なるを挟めば銀が開いて。22歩なる、後手陣に隙ができるでしょ？とはいえ。同銀、取らなきゃさらに大惨事。空いたスペースに。42飛車、銀取りになる飛車打ちが炸裂よ。ぐぬぬぬ、31銀。引いてもその脇に隙があり。41飛車なる、後手陣に強烈な竜ができた。32金、竜を閉じ込め、我慢の展開だ。それなら、75銀。目線をずらし、玉頭を目指して進撃よ。62強、
6筋を補強しつつ、竜に対して壁にする。そんなもの、横に対して抵抗力を作ったところで、じわりと包囲してしまえば、8六桂、後手玉の身動きができなくなるだけよ。3七馬、ぬぬ。5六飛車、避ける手でそのまま攻め筋に寄せる。同角、飛車角交換で十分、自力は固く。同歩、選択肢が増え、構成が増す。7一玉、さらに奥へと引っ込み、粘りの姿勢。9四桂、8に威嚇の詰めろをかけて。7四歩、銀に当てつつ、馬の受けを通す。同銀、馬のラインを保持するには、7筋は埋められない。4二飛車、自陣に居座る竜を取り除こう。何のどっこい、6四角、不等角の強手で、馬のラインを潰す。同馬、ラインの維持には仕方がない。同歩、小瓶への、馬の守りが消えてしまったので。9四香、肩口に刺さる、桂馬を排除。4二竜、このタイミングで飛車交換よ。同金。後手の手元は金駒がないため。9二飛車、粘りが効きにくいね。8二角。いざとなれば飛車角交換も選択肢。9五歩、9筋からじわりと、後手陣をこじ開けよう。9八歩。歩の数は十分、裏をこじ開けあやをつけよう。同香。9七歩、同香でも、大きな脅威ではないけれど。同桂、強者の飛び込みを拒否し、丁寧に受ける。6四角、ギリギリ耐えられるうちに、当たりをつける。6五歩、そうですか、と無情の風致、まだだ。1九角なる、馬を作って守りに効かせる。のんのん。4六歩、ここでも緩和の一手で引き寄せる。同馬。飛車角交換上等、さっさと来いや。4七歩、馬のラインが外れた瞬間、勝負が決まる。まだだ、まだ終わらんよ。9六桂、馬が攻撃に効いているうちに大手で迫る。8九玉、自力は確かに絶体絶命だが。5六馬、大手で迫れるうちに、できるだけ迫る。7八金寄る、馬のラインを消して移行するわ。この隙に、5一金、退路を作り、王様の懐を広げる。9四歩、強者を取りながら、じわりと迫る。9一歩、飛車を叩いて誘導だ。それでも、同飛車なる、後手玉がラインに収まり、狙いが通る。5五馬、竜に当てつつ、先手玉頭を睨む。4六角、竜取りには、同角なるで攻めを継続よ。同馬。同歩、角を消し合い、同じ手が通じなくなって。5五角、今度こそ、攻守両面に角を利かす。6四歩、今日何度も見立て筋、歩でラインを緩和する。同角で隙間を閉じても。先手7三香、後手同銀、先手同銀なる、後手同角に、先手9三角では、同桂と取れず、後手玉を追い詰める一手になるね。7七角なる、角後の角切り、先手陣を切り崩す。同金、ぬるいわ、それでも、金を浮かせて。5九飛車、8八銀打ちからの詰めろだ。それなら、7八玉、抑えられぬよう、ギリギリのところにかわす。5八飛車なる、代表的な寄せの形、一見竜でも、6八香、上下のスペースを金が守って届かない。8八銀、では、その金駒を削り取ってやる。なんのこれ式ちゃんと取引。同金、交換に応じても大丈夫。同桂なる、なぜ無意味に陰を踏んだ？いやなんとなく。同玉、なんとなくで終盤をやるんじゃない。7三歩、そんなことだと間違えるぞ。大丈夫。7八金、ビビリはこういうとき、慎重なものなのよ。7四歩、それは誇るものなのだろうか。生きるにおいて、6七銀、臆病であることは大切よ。おっかない竜には、そこをどいてもらおう。5九竜。手持ちの角が、後手にあったら終わりだけど、9三歩なる、幸い角は私の手元、上部に退路があり、罪にならないね。9六歩、ぐぬぬぬ。どうやら猛攻をしのげたかな？ 8二と金、今度は私の番、大手をしながら自陣に竜を通す。6一玉。金取りで迫りながら大手になって。7二と金、ゴリゴリと、後手陣を削ってしまおうね。5二玉。こいつはたまらん、と金を敵地に作ってから、9六竜、自陣の憂いを払い、堅実に行く。9五歩、てっきり、堅実とは無縁かと思っていたぞ。どういう、失礼ね、これでも終盤は慎重なのよ。7五歩、
大炉を抑える、竜の横撃を断つ。6に糸金、それなら、別の方法で寄せていくわ。同金。6三歩なる。同金。と金で、効果的に後手陣を削り。9に竜。手駒は豊富、一気にここから寄せ切るわ。当たりを避けて41から逃げようとしても。先手8号角が激痛で、5二金打つ、8一竜に、3二玉と逃げても、3四香、2三玉、3一竜が、1四銀以下の必死。では、逃げずに合駒を入れたとしても。先手8一竜に、後手6一金、先手5三歩、同金上がる、4一銀の送りの手筋に、4二玉、3四香打ちで退路を塞がれ万事休す。これ以上、粘るだけ無駄そうだ。早くポジションを取る先手に対し、要所を抑え、やりたいことをやらせないようにしたが、それを葉っぱ爆裂、ぶち壊す、必殺の橋攻めダイナマイトを食らってしまったか。橋攻めの鎖怖い。負けましたー。ありがとうございました。一気にねじ込み自陣を裂かれる、大岩にうがつ、鎖のような攻めだったぜ。しかもその鎖、ダイナマイト押し込んで、馬を作って一気に攻め落とす、爆発力のある、ド派手な攻めだったね。本譜は、立ち上がりから久保九段の意図を探るため、橋をついて反応を伺ったり、だいぶ早い段階で王様を移動し、角交換だったり、後手の居飛車を誘う、おっかなびっくり、手探りの序盤から。一見、王様が狭い部屋に孤立し、退路も困る、リスクを取った構えを見せるも。4号角のねじ込みから、6筋への意識の集中、そしてそこから後手の桂跳ねを誘発し、1筋の守りを希薄化。戦術の通り、橋攻めを成立させ、あとは終始、先手ペースで移行する、山崎八段の干渉譜と言って良さそうね。一見めちゃくちゃな駒組みだが、なんやかんや全体でバランスが取れている上、角の狙いが左右に広がり、攻めるポイントを複数保持し、あとはそれを完遂させる。まさに、腕力で粘土のような盤面を、こねくり回して芸術作品に仕上げる、久保九段とは、まあ、反対の作風ながら、心底お見事なろくろ回しだったぜ。このあたりのバランス感覚は、天性のものよね。これなら、これから始まる棋聖戦、そして竜王戦の本戦も期待できそうだ。この結果を受け、山崎八段は1組決勝進出。なんとびっくり、あろうことか相手は安光九段。もうどんな展開になるのかわからないわ。混ぜるな危険、混ぜるな危険。当日は、防災頭巾片手に観戦よ。そしてもう一方、久保九段は3位出場者決定戦に回り、同じく準決勝で敗れた、伊藤七段と対戦ね。準決勝まで行っても本戦に進めるのは片方。一番そんなポジションだが、相手は十分、とてもいい将棋になりそうだ。それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。